第8試合上田に肘なしルール 70kg 契約3分3ラウンドを行います。アオーダーフリー鈴木圭一アドモーナーマハドジョーカシワ元 MA 日本キックウェルダー91位ディーゼルの愛加藤陽この試合もちょっと全部盛り上がってるんでね、これも楽しみです。原田さんまでね、これ8試合なんで、原田さんが第11試合なんですよ、ね、もうすぐ原田さん出ますからね。あと3試合終わったら原田さんです、ね、原田さん出ますから、原田さんもね、最後までね見ていただきたいと思います。はい、お楽しみください。いや、こちらディーゼルノイ選手リーチがありそうですね、はい、腕が長いですね、っていうことですね。ただ鈴木選手も気持ちがね強いと思う。あ、なるほど、腕が長いですね、それ同じこと言う。そうね、リーチって言うけど、リーチね、ただ単に日本語に直したらリーチとかツモとかじゃないんだね。そうそうそう、あのバージョンじゃないんだ。そうそうなんです、はい、すいません。ダスの試合はラストです。そうです、プロです。いや、これこれはでも面白い、これまた面白そうです。楽しいですね。ディーゼルノイ選手は、おお、前蹴りが炸裂。この左の前蹴り嫌ですね。鈴木選手はこれ、あのリーチじゃかなわないんで、中に入っていきたいですね。そうですね、入るしかないんですね。さあ、こちらピンク色のパンツがディーゼルノイ、はい、加藤4選手ですね。で、黄色のパンツが鈴木圭選手です。この左の前蹴りいいですよ。さあ、こちら、おー、右のロー、この右のロー効いてるね。鈴木圭選手、おー、右のハイ、これはスリップです。これスリップ、スリップですね。ただ鈴木選手は絶対中に入りたいです。鈴木中に入りたい、絶対中に入って、それからローキックでちょっと中に入りやすくしたいですよね。中に入ってフルボックですか。この鈴木選手の右のローキック、中に入ってフルボックですか。フルボック合ってます、合ってますね、合ってます、これ合ってますね。ヨガファイヤーじゃない、ヨガファイヤーしない。ただ近距離は膝入ったんじゃないですか。入りましたね、入りましたね。ただこれは総合ルールではないので、はい、立ち技ルールなんで、あ、なるほど、すぐに立ちます。ただこれ意外にですね、ディーゼルノイ選手リーチあるんですけど、はい、ダメージ的にはあ、これは今入ってますか、今入ってますか、これは入ってますか、入ってます、これは嫌だね、これは痛い痛い痛い、膝痛いんだ、あ、これはここに入ってます、さあ、いや、捕まった、捕まりましたね、今ね、完全に捕まりましたね。鈴木選手も気持ち折れてないですよ、折れてない、目がまだ生きてますね、まだ目が生きてます。はい、鈴木選手はローキック蹴っていきたいですね。ああ、第1ラウンド残り時間1分、ああ、今の右いいよ、この右は今入った、あ、また今の右の膝が嫌ですね、しっかりダウン、ああ、ダウンですね、ダウン、これはダウンですね、6、7、8、9、10、欲張りですね、サソリのね、肌のような、よく知ってますよ、昔、アレクセイ・グナショフみたいな、この人です。第1ラウンド残り時間30秒ただね、この鈴木選手はローキックでも見出していくしかない。あ、で、ディーゼルノイ選手は膝でいくべきです。膝ね、鈴木選手のパンチも効く、パンチ重そうですね、鈴木選手目が死んでないのね。あ、つまった、膝ね、ダウン、ワン、ダウン、ワン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、続き立った、まだいきます。あんな顔面に膝投げられてね、立てる男ってすごいですね。第1ラウンド終了です。これで1分間のインターバルに入ります。ここでインターバルということですね。さあ、今は伸びますから、いや、今の試合いいですよ、これやっぱりあの膝のディーゼルノイ選手、はい、あ、なるほど、これパンチの鈴木選手ですね。はい、ただ今鈴木選手のいいところが出てないので、ここを出したいです。あ、ここで美女と日本が来ました。小顔の一夜をしてるのか、はい、美女とヒドンナが出てきましたね。そう、ヤッソー、そう、ヤッソー、ヒドンナ、ヤッソー、レッソー、
ドンピーよっさあ、ドンピーロンピー言ってますね。いばらいますね。いろんないろんなーと、まあ、楽しんごさんも出てきました。楽しんごさんも出てきましたね。セコンドセコンド、こうなったら楽しんごさん対ヒロンナさんもちょっと見てみたいですね。本当見てみたいですね。そうですね、2人の試合も、ある意味のトークの対決ね。加藤決めろ。さあここで加藤は決めていきたい。ワン、ツー。まだダメージ残ってますかね。残ってます、残ってますか。さあピンク色のパンツがディーゼルの加藤選手、はい、で黄色のパンツが鈴木圭司選手。鈴木選手ね、鈴木選手ただパンチ当たると倒れますよこれ。あただやっぱ膝をちょっとね、あの、あ、流れさん腕組んで乱したじゃないですか。加藤選手は鈴木選手の心を折りたいところ、さあ、いや相当喉が開くでしょ。ありがとうございます、大丈夫ですよ。おー、リリバーが使えた、リラリラ、なんとか倒した、あ、ダメージ、マズバリー、マズバリー、マズバリー、試合止めてる。やっぱり経験の差ですかね。まあ経験はお互いあると思うんですけど、そしてあの楽しんごさんって身長でかいですね。身長意外とありますね。意外とたっぱりますね。足が長い、もっとテコンドーやってたみたいな。加藤さんと変わらないです。お互い強い。あ、楽しんごさんがラブを注入しましたよ。ラブを注入しました。はい、ありがとうございます。本当にすごいですね。いや素晴らしい試合でした。ビッグルームはい、楽しいと意外に足踏まれたんですけど、やっぱ格闘技やってました。格闘技やってましたね。中西さん、ここまで見てどうですか。いや、ここまで来てね、私ここリングサイドね、ひーちゃん VS トンペイ君みたいに、この前ボコボコにされたよね。キスされまくる。まあ、僕はね、このリングサイド見させてもらって本当幸せですね。幸せです。こんなことないですよ。そうです、で、ライジンを見ずにこちらを見てくれてる、マハ祭り見てくれてる皆さん、素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます、本当ね。ありがとうって。素敵に無敵、素敵に無敵。ありがとうございます。素敵になんね。素敵に無敵。無敵ね。無敵。あ、さあ、来ましたよ。来ましょう。ナイエナ、ライト級王者、星参戦。